半間岩先生からです。半間家の本家の半間岩先生です。半間家の本家と言ったときは大きいことですね。大きいこと言います。だからバイナリーオプションのスペシャリストのときは、ちょっとちっちゃいね、一般的なことになってきます。でですね、私がね教えたいことですね。自分の力ですね、能力の力というのを発揮する方法ですね。これを説明いたします。仕事関係ではね、いろいろちっちゃい会社、大きい会社に勤めたり、役所に勤めたりとか、いろいろ広い範囲、ちっちゃい範囲で仕事をよくいたしますね。でね、力足りないと大勢仲間を、借りるというふうなことなんですけれども、それに対してね、どういう方法がね、一番力がね、大きく使えるかということですね。はじめね、例えば東大なんか卒業したりして学問で成績を上げていってもね、東大、まあ私は東京生まれですけど、東大卒業しますとね、今まで仲間がいた仲間がいなくなっちゃいます。で、学力の方でね、エリートになっちゃってるということでね、仲間が外されちゃうんですね。みんなつっついてこなくなっちゃいます、今までの仲間がね。それで東大の仲間とかね、いうのでね、働く全体の力ね、勉強してるから強いですけども、それでね組むんだけど、きついんですね、それだけね。ね。で、またね、それで大きい会社入って力つけるね、また力をね、つけると言っても少しなんですね。で、それで今度全体に仲間をつけるような形に仕事を持っていかないといけなくなったりしてくるわけです。で、私の家では東大卒は3人、男は東大3人とも卒業してるんですね。私は大学が違いますけども、東大より勉強しておりますけれどのでね。で、で力をつけたということでね、いくんだけども、今度は人間団体でよりいい力つけても限界があります。で、それで能力のある部分でね、地球環境、人間環境ではまあ一番力つけたと言ってもね、今度はそれ以上ということになるわけですね。じゃないとまた大変になったりする場合がありますね。私は全部達成してます、今言ったことはね。で、じゃあ人間の中で能力がついて学歴が上がったりとか、実践ですね、実際の仕事に力をつけても、今度は一人になってしまいますね。で、でそうしますと、地球だけの仲間だけじゃ力足んなくなって、宇宙の宇宙生物まで今度力になってもらわないと生きていけなくなりますね。で、地球人全員より力を持つためには、正しい働きをしてないといけないですね、長くね。信用もつけてないといけないんです、宇宙生物にね。
ということですね。で、人間の中でいくら力つけて能力上がっても悪いと宇宙生物の仲間がつきません。悪い生物しかつきません。力の強いのもたまに来ますけどもね、悪い生物しか力貸してくれません。ということで、いくら人間たちで、学力があったりしても、ね、悪ければそこまでなんですね。で、それ以上の力を持つためには宇宙生物まで指示を、ね、つかないといけないわけですね。で、人間たちは人間団体で全員の力が強いと思って団体で作ります。で、私は上行っちゃったんで、もう単独で人間には味方いないわけですね。で、人間はその皆にやるように団体の力で、こうしたらどうするんだって言ってね、来るわけなんですけども、ね、普通の人は対抗できないんですね。この対抗にできるのは人間全員がかかってきても対抗できる強さというのは、今度また人間よりか多い宇宙生物の力を借りるしかないわけですね。またコンピュータ人間よりかたまにコンピューターロボットを作ってるかということですね。昔子孫がね、私の子孫が、ハイテクだったかということで、宇宙に混在するかということですね。で、この話になると難しいんだけども、私はそれなんだけども、まだ宇宙生物の力貸してないですね。全部自分が作った。ただコンピューターロボットを進めて人間よりか頭良くなっていくと生物になってしまったんですね、大昔にね。で、一時は私は自分の子供が優秀すぎて